花もね、あの巣鴨の、あの花椒さんのお花でお正月仕様にしてもらいましたよ。はい、はい、こんばんは、サリーズムギフトボイスでーす。今日アシスタントはあずさちゃん。はい、消防車大好きあずさでーす、ね、ーよろしくお願いします。最近あずさちゃん新しい習い事を始めたと。あ、はい、うん、フラダンスを習い始めました。ねー、発表会があったんだよね。はい、後ほどその写真もチラッと見せてください。はい、はい、前回は、株式会社ファーストピック代表取締役の西初江さんにお越しいただいて、あの女優さんなのね、うんうん、で、あの役者さん の、 あの時代のお話とか、うん、で、あのずっと悪役だったんですと。で、朗読が女神の役だったので、うん、もうとっても喜んで参加してくださってね。はい、で、あの、ちょうどあの、ピュアフの公演の制作ですごくお忙しい時期で、で、ピュアフの方をね、あの、うん、あの、お誘いいただいて見に行ってきたんだけれども、はい、あの、ピュアフのこの生き様っていうのかな、もう波乱万丈な。それと、あの、歌で生きてきたっていう、うん、それがねすっごく素敵な舞台になってたの。もう歌も良かったし、はい、舞台の構成とかね、うん、そういうのもすごくスタイリッシュで素敵だったんですよ。ゆっかちゃんと見に行ったんですね。そうなんですよ、アシスタントのゆっかちゃんとね、うん、の誘っていただいて行ってきたんだけれども、あのね、別に泣かせるシーンないのに、はい、なんか妙に最後感動しちゃって涙がツツツツって出てきちゃって、あれはやっぱりあの舞台からの波動かしらね。ありますよね、はい、波動といえば今日もこちら、はい、もう素晴らしい舞台のご紹介をしていただきますね。はい、西さんからのご紹介で今日は、古典芸術振興会の稲垣弘子さんにお越しいただいています。後ほどサリの部屋のコーナーでご紹介になりますね。はい、もう先ほどからね素晴らしい写真とかを見せていただいてて、もう感動しきりなんです。はい、しかも稲垣さん、このね、あの広報の活動をされる前は、うん、なんとなんと女性パイロットということで、そちらのお話もいろいろ聞いていきたいと思います。はい、今日のお話は笠地蔵です。はい、今日も最後までお楽しみに。シーンのお話です。はい、サリーの部屋のコーナーでございます。さあ、サリーズムギプトボイス、今日のゲストは稲垣弘子さんです。どうぞお入りください。どうぞ。お着物で今日はお越しいただきました。ありがとうございます。マイクの方に近づいていただいて、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、今日のゲストは古典芸術振興会の稲垣弘子さんです。いやー、今日着物で、もうシーンに公演に見に行く、オペラを見に行く、その仕様で今日は来ていただいてます。サリーズムのスタジオでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、お着物着てらっしゃって、もうなんかすごくしっとりした女性なんですが、実は女性パイロットをしてらっしゃったということで、はい、ヘリコプターの操縦されてたんですね。はい、そうです。もうびっくりです。あの、今でもヘリの女性操縦士さんって少ないですよね。そうですね、プロになるとあまりいないです ね、うん、ですね。じゃあその当時も、ちょうど私がやってた頃は、はい、あの免許を持ってる人は12人ぐらいだったんですね。全国でですよ。全国ですごい少ないですね。で、まあ、実際に仕事してるのは2人ぐらいだったんですね。でもなぜパイロットになろうと、よく聞かれるんですけども、ですよね、興味津々です。よく言ってるんですけども、まあ、たまたまあの東京の、まあ、友人が、はい、あのセスナーに乗せてもらって、でその人の知り合いがなんか免許を取って、で、まあ、もちろん教官と一緒に飛んで写真を撮って見せてくれたんですね。はい、でそれが私を見て、はい、あ、普通の人でも飛べるんだとかって、そんな軽く。そうです。そしたら私もやったりね、東京都内飛びたいっていうね、免許取ろうって最初思ったんですよ。でどうせやるんだったら、はい、まあ、その時新宿に住んでたんですけども、うん、あの消防とか警察の飛んでるヘリコプター、うん、あれがいい、ヘリコプターがいいなと思ったんですね。挑戦ですね。でそれでもう自分の中ではもうパイロットになるって決めてたんです。うん、でその当時、ね、あの日本に帰ってきてやっぱり飛びたいじゃないですか。はい、でもフライトクラブあるのかなって聞いたら、うん、そういうのはまだない。じゃあ飛ぶにはどうすればいいんですかって聞いたら、プロになるか買うしかない。お、買うって1億ですよね。そうですよ、それぐらいかかりますよね。で
じゃあしょうがないじゃないんですけども、飛ぶためにはじゃあプロになりますっていうところで何にも考えずに始めたんですね。そうだったんですね。いやでもプロとしてあのパイロットになるためにお勉強もその後すごいしましたね。行く前にやっぱり、あのアメリカに最初留学したもんですから、はい、まあ、あの英語の英会話基礎的なことやって、あとちょっと学科試験のことやって、で向こうでまあ半年ぐらい、でアメリカでまあ事業用っていうものを、まあ、プロの免許なんですけどね、はい、取って帰ってきたんですけども、はいはい、それはもう日本で自家用にしかならないので、もう一回仕事するためにはそういう事業会社っていう、まあ、タクシーでいうとまあ2種みたいなね、免許があるんですけど、それを取るために会社に入って取り直す。そのために入るためには半年間いろいろ学科、いや国法とかいろいろなね、あの道のり長かったですね。長いです。なりたいと思ってから思ってから関わりまでが、もう半年間猛勉強していろいろなこう学科試験取って、で会社に入って、それからまたあの会社に入っても、あのまた勉強して免許取れて、いやでも最初パイロットになろうと思った時はそんな大変な道のりがあるとは全然知らなかったご存じなく、もういや稲垣さんこれ飛び込んだらとことんやるというこの性格で今度あのこういう真意に見せられて、それをあの広く広めたいという活動をされたということですね、はい、最初お客さんとして見に行ったり、そうなんです、2007年に、まあ、日本に来たのが2007年だったんですけど、その時にまあ友人に誘われて、こういうのあるから行ってみないって言われたんですね。もともとクラシック音楽とか舞台とかお芝居とかすごい好きだったんで、あこういうのもじゃあ行ってみようかなっていう軽い気持ちで行ったら、もうすっごい感動して感動です、ね、もう違う世界だったんですね。もうで女性のね、あのソプラノ歌手の歌を聞いた時も心にずっと染みて、もう涙が出て、何なんだこれはっていうぐらい感動して、でそれも東京の、まあ、公演が1公演しかなかった、最後の1公演だったんで、もうもっと見たい、で次の年にはもう東京近郊のやつはもう全部見る形になって、で追っかけファンですね。そうですね、最初はそういう感じでしたね。シーンの追っかけ、人じゃなくて、まあ、みんな、ね、友達にこうすごいんだよすごいんだよとか言って連れてって、それをこう友達に広めるだけではこと足らず、もう候補として頑張っちゃおうと。頑張ろうとか。実はね、あのこの番組の YouTube を、あのサリズムの YouTube を見ると、その前の CM、シーンさんの CM が流れることがたびたびあるんですね。いや広告なるだからスキップすればいいものを私もついつい見入ってしまうんですよ。ですごいなと思っていたら、稲垣さんゲストにいらっしゃったということで、私はもうなんで幸せなんだろうということで、今日はお話すごく楽しみにしてまして、あすちゃん、あのカレンダーを私たちいただきまして、もうカレンダーの中のまた、あの写真がね素晴らしいので、ちょっと見ながらいろいろご説明をしていただこうかなと思うんですけれども、素敵な写真が満載なんですね。これがあのいくつかの段が分かれてるということで、あの全世界今5つの芸術団があって、1つの芸術団がまあ100人ぐらい で世界巡回公演やってるんですね、はい、であの北米南米、ヨーロッパ、アジア、オセアニアっていうふうに半年間かけていろいろやってます。なんかもう本当にあのオーケストラも、それから衣装を作る方も、それからバックスクリーン作る方も、もちろんダンサーの皆さんも、もうどん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 レベルが上がって、今もトップレベルの方の集結みたいな舞台なんですよね。朝じゃなんかあのバックスクリーンが綺麗なやつちょっと見せていただくといいかな。2月とか、これがそのバックスクリーンが最新の、ね、グラフィックテクノロジーで作られて、すっごいなんかもうあの天国かなみたいな、そんな感じですね。こういう圧倒されるような作る方がいらっしゃるんですね。そうなんですね、すごい、こういうグラフィックを作られる方がいて、でこれがまたね、動いてるんです。動くんですか。くるくる回ってるんだ中のワン、それがいろんな方向に回って、もうずっとだから奥行きがある、平面なんだけれども奥行きがあるような感じになってるんで、うわーすごいですね。でダンサーの方はじゃあもうこの公演が終わるともうすぐ次の、そうなんです、毎年違う演目毎年変わって、あの音楽も衣装も全部変わるんですね。で半年間公演が終わったら、次の半年間は次のものの演目を、すごいですね、何かあの4つ の, あのコンセプトというかっていうのがあると聞いたんですけれども、1つは、あの中国の古典舞踊ということで、技術を磨くのはそうなんですけども、あの内面をこう重んじるんですね、それで表現するっていう、
だからあの、うん、やっぱり DVD とか出てないというお話だったんですけど、うん、生で見てその波動を感じてくださいっていう、そういうものなんですね。いやでもなんかこのポスターも今後ろに貼らせていただいて、うん、チラシも置かせていただいてるんですが、すごいね、この動きも神がかり的なでこの衣装で宙返りするんですよ、女性が踏んじゃいそう絡まっちゃいそうですが、そうなんですよ、で男性もねすごい体が柔らかくて、180度足をみんなで上げてパッと掴むんですよ。みんなでってことは一直線になるんです。おー見たー、すごいですね。すごいですね。で踊りが、まあ、古典舞踊っていうのと、はい、あとはあの音楽が、中国の古典楽器と、はい、あと西洋のオーケストラが融合した音なんで、はい、素晴らしいですね。それもなかなか聞けないもんね。聞けないですね。ニコとかと、そうで、ニコととか琵琶があの旋律を演奏して、そのバックでオーケストラ流れて、そっちが主流で、そうなんですね。あとは、はい、あとお衣装のことも、衣装、はい、衣装も色とりどりのね、あの艶やかな衣装なんですけども、 そうですよね、それがまた舞台をこう華やかにしてる、そうですね、あの、ぜひ皆さん CM もねご覧になってみてください。 CM 見るだけでも感動します。あの一つ一つ手作りでね、あのビジューとかつけてるシーンとかも、ね、ファーッと、ね、広げてるシーンとか、それが舞台でいろんなこう、うん、ダンサーの方がお召しになって動きになるわけですね、はいはい、それともう一つのスクリーンのことですね、はいはい、あのグラフィックテクノロジーによって、うん、本当にこう天国の世界であったりとか、うん、唐の時代であったり、うん、モンゴルの大草原やチベットの山々がもう繰り出されるんで、うん、それがこの4つの特徴が一体になってるんで、もう本当に楽しめます。もうタイムスリップしたかのような世界なんですね。あ、これがきっとね、私がこうハマった理由だと思う。ハマった理由、まあ、パイロットやった時に、まあ、3次元ですよね、3次元楽しんでたんですけども、これはタイムスリップして世界中を、舞台の中でもなんかその3次元的なこう広い世界が見れるっていうことですね。見に行きたいですね。公演の方が今、京都と東京と名古屋、日本では公演がされるということですね。あ、次のゲストさんの、はい、ご紹介をお願いしたいと思いますが、はい、あの次回は、はい、株式会社オンズホールディングス代表取締役の新井健太郎さんです。はい、はい、次はお話です。はい、お話のコーナーです。今日のお話は笠地蔵です。今回の絵はちりこさん、音楽はるいさんです。それでは始まり始まり。笠地蔵。今は昔、あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。お金はなくてもいつもニコニコ仲良く暮らしておりました。さて、明日はお正月。夜明けからせっせと傘を編んでいたおじいさんが言いました。今日は傘が5つもできた。これを売って餅を買ってこよう。いってらっしゃいおじいさん。雪になりそうだから気をつけて。町へは峠を越えて行きます。雪がちらちら降り出しました。こりゃ急がんと。おじいさんは足を早めます。町は年越しの買い物をする人でにぎわっていました。米や魚、餅やお飾りはどんどん売れていきます。おじいさんは行き交う人に呼びかけました。傘はいらんかね。丈夫な網傘はいらんかね。傘は見向きもされません。傘はいらんかね。丈夫な編み傘はいらんかね。雪も吹きつけてきました。大晦日に傘を買う人などいないのです。夕方になり人の姿もまばらになりました。やれやれ、傘は一つも売れんかった。ばあさんはさぞがっかりするだろうな。おじいさんは傘を全部しょったままとぼとぼ山道を引き返します。そしてやっと峠にたどり着くと、お地蔵様が雪をかぶって立っていました。これはこれはお地蔵様、傘もささずに冷たかろう。おじいさんは
手のひらでお地蔵様に積もった雪を払いました。そうだ、こいつをかぶってくだされ。しょっていた傘を一つずつかぶせていきました。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、おや、一つ足らんわい。ちょいとボロだが、これで勘弁してくだされや。おじいさんは自分のかぶっていた古い手ぬぐいをほどくと、最後のお地蔵様にかぶせてあげました。おばあさんはおじいさんの帰りを戸口で待っていました。おかえりなさい、おじいさん。寒かったでしょう。傘は売れましたか？ごめんな、ばあさん。傘は一つも売れんかった。餅も一つも買えんかった。けど、帰りにお地蔵様が雪をかぶっていたから、傘をみんなあげてきたよ。それを聞くと、おばあさんはにっこりして言いました。それはいいことをしましたね。そんならおかゆで年越ししましょうか。二人はお湯を飲んで床に着きました。餅はなくても病気一つせずに一緒に年を越せるもの、ありがたいですね。そうだな、ありがたいな。ところが夜中、ツン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 、不思議な物音に二人は目を覚ましました。ツン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 、こんな時間に何だろう。音は遠くの方からだんだん近づいてきます。そして家の前でピタリと止まり、ドサ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 、地面に響く音がしたかと思うと、ズン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 、また音は遠のいていきました。ごわごわ戸口を開けてみると、そこには、まあ、米だの餅だの魚もお酒も着物まで山盛りあるな。山の方を見ると、傘をかぶったお地蔵様と手ぬぐいをかぶったお地蔵様が一列に並んで帰っていくのが見えました。ああ、お地蔵様だ、ありがたいな。はあ、ありがたいですね。おじいさんとおばあさんはその後ろ姿にそっと手を合わせました。そして二人はとてもいいお正月を迎えましたとさ。めでたしめでたし。はい、笠地蔵でした。はい、稲垣さん、ありがとうございました。すごいほっこりおじいさん役。楽しかったです。そうですか。すごい優しい。プロの方たちの間で楽しませていただきました。いやいやいや、あのおじいさんの、あの人柄の良さがもう稲垣さんの声ににじみ出てて味がある。ねえ、ありがとうございます。山奥のね、あの冬の寒い時にお地蔵様にこう肩をねかけてあげるような、はい、もうなんかこういう昔話を好きですか？好きです。あ、そうなんですね。もうすごく味わい深くやっていただいて、私もなんかすごいほっこりしました。ありがとうございました。ありがとうございました。さてさて、あずさちゃんはいろいろ紹介するものがありますね、はい、消防署大好きなあずさちゃんは、ね、はい、今回の12月18日に、フラダンスの発表会に習い事で始めた、はい、なんか写真ある？参加させていただいて、はい、じゃあ私が出すので喋ってもいい？ちょっと待ってください。これを、はい、お願いします。すごい、こんな感じ、はい、お、見えましたかね。はい、わー、華やか。そう、あのあんまりこう
フラダンスってみんな身近に感じないかもしれないんですけど、なんか全部ストーリーになってるんですね。お話のようになっていて、一曲がこうもう物語なんですよ。だからすごく覚えやすくて、もうあこういう意味なんだこういう意味なんだってやってたら、あっという間に1曲2曲と覚えてしまって、じゃあ出よっかって言われて夏くらいですかね、本当に入って数ヶ月くらいはい。でまたこのフラダンスを、はい、教えてる先生が大月先生のお着物ガウン、そうですね、はい、出ていただいた、はい、大月先生の着物ガウンを羽織ってのハワイアンダンスだったんだよね、はい、そうなんですよ。またそれも和洋、はい、和洋折衷というかね、はい、すごくいいコラボレーションで素敵でしたね、はい、またそして、うんそう、私といえば消防、そう、私といえば消防車生まれ変わったら消防車になりたいという、そう、生まれ変わったら消防車になりたいんですよ、なんということでしょう、はい、で、来年なんですけど、1月6日に東京ビッグサイトで、はい、東京出初め式があるんですよ。なんか消防署の回し物みたいな写真ありますか？うん、その写真はちょっ と,、うん、ちょっと探してすぐ探しきれなかったんで、自分が検索していただけるとすぐ出てくる、うん、出初め式もかっこいいんですよね。出初め式かっこいいんですよ、もう消防車のこう隊列を見るのとか、あれも日頃の訓練もあるしね。見てください、この消防車、喋ってしまいます。これがお好み、この、はい、救助工作者が大好きです。はい、はい、こういうのが見れて一緒に、はい、写真も撮れたりするので、よかったら1月6日が東京出初め式で、1月8日が横浜の赤レンガ倉庫でまた出初め式やるので、はい、すごいね。なんか広報担当になったらじゃん、稲垣さんみたいに思い切ってそこに飛び込んで消防署の広報担当、あずさちゃん来てくださいよ、やりますよ。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、早くもエンディングです。神々の国へようこそということで、素晴らしいパンフレットが、もうパンフレット見てるだけで寺院の公園に行きたくなっちゃうんですけれども、じゃあ詳しい日程など稲垣さんの方からご紹介いただきます。はい、2017年日本公演ですけども、はい、京都はロームシアター京都で、1月の26、27日、はい、東京は東京シビックホール1月30日、31日、はい、で名古屋は愛知芸術劇場で2月1日、2日と行われます。で、はい、申し込みの方はコールセンターが 0120-918487 です。で、はい、オンラインの場合は shenyun.com で検索してコンピューターの方から申し込んでください。はい、はい、もう新院と検索するとすぐにパッと上がってきますので、そちらから探せると思います。いやー、素晴らしいですね。日本でも3カ所やってくださるんですね、うん、まあ、ここもね、バロップのスタジオが都内の押し上げですけど、一番近いと、まあ、東京だと1月30日月曜日と1月31日火曜日、チケットの方まだお席はありますか？そうですね、いい席はだいぶなくなってきてるんですけど、まだあります、はい、間に合いますので、お席がですね、 SS と S と A と B、C、D まで6つのランクがあります。じゃあまだSS 席とかじゃなかったらありますか？ありますね。ああ、よかった。本当にこのパンフレットこの中でも飛んでるんですけど、うん、なんかこれ見てるだけで私も飛びたいという気持ちになってしまいます、うん、いや素敵ですよ ね、 ね。稲垣さん、これ毎回ご覧になられるわけですよね。毎回見てます。何度見ても飽きないですね。一番の推しのポイントは何ですか、やっぱりこれは。そうですね、もう全てがね、エンターテインメントにしちゃすごくできすぎてる、できすぎてる、はい、なんかもう私もね、もうポスターとか見るとなんか天から違うなんかね、国の人たち、世界の人たちがして、ね、やってるのかなと、人がやってるものに見えないという、見えないですね。ジャンプしても本当滞空時間が長いんですよね。こんなに人間で飛べるっていうぐらいの美しさがあるんですね。ぜひぜひ皆さん検索してお出かけくださいませ、はい、ね、どれかの日程でご覧になれるといいと思います。もう見るだけで、見れるだけで奇跡ですね。はい、はい、今年の放送は今日が最後になりまして、2016年も番組をご覧いただきました皆様、またゲストとしてご出演いただきました皆様、ありがとうございます。新年は1月11日アシスタント勢ぞろいでお届けします、はい、お話はピーターパンです。プロデューサーは幅さんでした。はい、皆さん良いお年を迎えくださいませ。稲垣さん、ありがとうございました。ありがとうございました。